それでは、今から倫理の、アイスクエア C プロトコル、アイスクエア C 通信を使った、組織ごとの CPU ごとの横の連絡について紹介していきます。お客様の方からお問い合わせいただいた、こちらですね、アイスクエア C 通信用変換ライブラリ、I2C インフ、こちらのライブラリ、CPU をアイスクエア C 通信をつないで、横の連絡を取って全体を制御するといったライブラリになります。こちらはそれぞれの CPU ごとで、プログラムを書き込んで、アイスクエア C 通信で、情報を共有するといったライブラリーになります。なかなか、この文章では分かりづらいかと思いますんで、実際にラダー、それから動きをご紹介したいと思います。で、実際にこの回路を作ったもの、一度ちょっとカメラの方切り替えさせていただきますが、こちらになります。今 18F4525 の CPU が4台あります。この4台の CPU、これを I2C 通信、こちらで、通信を行わせて連携を取るという形になります。で、連携を取る場合には、ネットワークのデバイスというような形で、B というデバイス、こちらを設定することで、お互いですね、その B デバイスを共有するという形になります。で、それぞれの CPU ごとで責任デバイスといった形でその B を登録してですね、その責任デバイスがオンになれば、その CPU で、オンという状態になれば、I2C 通信で、それを情報を知らせるという、そういったようなプロトコルになっております。実際にまずラダーの方、それでは見ていきたいと思います。今、こちらですね、スレーブ、マスターのラダーの方を見ていきたいと思いますが、今、こちらビルドの中の CPU 設定、こちらを見ていただくと PIC18F4525 の CPU で、この横の連携を取って通信をする場合には、通信というチェックを入れていただいて、I2C もしくは低速 I2C、 これのいずれかをチェックします。これは他の CPU もこのチェックに合わせて、作るようにしてください。で、その次、この送信チャンネルというところが、このマスターとなる CPU の責任デバイスになります。 B の00から1チャンネル分、この1チャンネルというのが B の00から B の 0F まで、これが1チャンネル分責任デバイスとして管理しますよという形になります。こちらの設定をしていただいて、で、ラダーの中で、このように責任デバイスをコイルオン、オフするという形になります。で、他の機器が責任デバイスとして持っているデバイスのオンオフ状態を使って動きを変えたいという場合には、接点でその機器のデバイス B の10112021といったような形で指定していただければ結構です。今、こちらマスターの CPU については、 X の1、これが入ると B の00、こちらをオンにしますよ。で、他の機器が B の10、こちらの方ですね、オンにしてくれれば、この接点が閉じて Y の10が点灯するといったような形になります。これがマスターの動作。続きまして、スレーブですね、こちらを見ていきたいと思います。今、マスターが B の0という局番、こちらの方を管理するといった形になっておりましたが、スレーブの
1つ目、こちらは通信で I2C B10 から1チャンネル分といったような形で、管理をするという形になります。これで OK としていただくと、今 B の10を先頭に、デバイス、管理をするというような形になります。で、今この10の管理をするデバイスについては、 B の0、先ほどマスターですね、あったマスターがオンになれば Y の11がつきますよ。それから X の0がオンになると Y の10が点灯、それから B の10が、つながって、自己保持がかかるというような形ですね、になります。で、その次、スレーブの、よいしょ、B の30ですか。すべてちょっとお見せ用意してなかったですね。こちらの方、B の30を見ていきましょう。こちらについては、通信 I2C B の30で1チャンネル分ということで、管理をさせます。で、ラダー自体は X の0が入れば Y の10が点と、 B の0、こちらですね、が入れば点と、 B の10も点と、20も点と、30も点と、といった形になります。で、あと X の1を押せば B の30をオンにするよ、といった形で、こちらのスレーブだけは、他の CPU、 こちらが動いた時に点灯というような形になります。それでは実際に動かしてみたいと思います。今マスターとなる CPU は左から2番目の CPU、 これがマスターです。で、 B の10を管理するのがその次ですね、左側で、その次が B の20、 B の30といった形になっております。で、今 B の0、こちらを押すと、このような形で、今 B の0がオンになれば、他の CPU の LED、こちらの方が B の0の接点が入ったということで点灯するよという形になります。で、その次、B の10ですね、こちらの方、デバイスとなっている、CPU、こちらについては押すと自己保持がかかって、で、自己保持解除のボタンを押すと自己保持が解除されるといったような形になります。で、あと30ですね、こちらの責任デバイス30については、今 B の30がつくのが、こちらだけですね。今 B の30で Y の10が点灯するという形になりますので、こちらの方、いずれかを押すとつくよ。他の CPU の方に、B の30の接点、これによって LED がつくように書いてあれば、点灯させる、動かすということができます。こちら、I2C を用いた、CPU の連携、横の連携についてということで、解説ですね、いたしました。